坂本龍一さんが亡くなられて、日本人の音楽家としての誇り、背中を見れる人を控え必要です、なんですね、うん、映画音楽と合わせたらなんか面白いのが出てくるかもしれない、うん、インスピレーションを得たりする苦労話などありましたら教えていただけますか、はい、またちょっと外れちゃうかもしれないですけど、4ヶ月しかと言ってもいいんですけど、まあ、坂本龍一さんが亡くなられて、どこか日本人の音楽家としての誇りだったですね、僕の中でも、こういうやっぱり音楽家もいるんだよっていう時代もまあまあそこそこ近いところにいて、その前は富田勲さんという人がいてとかっていうのがあって、まあ、少なくとも坂本龍一さんとはもう10年も違わないので、で未だにちょっとその発想とかいうそういう何かこう考える時っていうのを作る時にやっぱりどうしても浮かまだ未だに浮かんできちゃうんですよね。うん、なのでちょっと教授って困っちゃうんだけどっていう感じもあったりもするぐらい、だからちょっとまあ新しいことを考えていかなきゃいけないというか、別に今までコピーというか影響をそんなにそこまで大きく受けてきたつもりはないんですけども、まあそういうのがあったりはするので、まあ、これ余計なことなのであんまり別にいいんですけど、今同じ年ぐらいで、やっぱり憧れる羨ましいなと思う気持ちはいつまでも持ってないと作れない発想というか、よしまあみんながああいいですねとか、まあ、単純にヒットとか、まあとか、まあ、すごい素晴らしいですって言ってもらえるために作っているので、やっぱりその言葉が聞きたくてやっぱり作っているので、まあ、そういう意味では今ハンス・ジマーっていう人は同じ年ぐらいで「ライオンキング」とかでアカデミー賞取ったりとかしてる、まあ、そういう作曲家がいるんですけど、まあ例えばそういう人とかね、まあ遠いけどできなくないかなっていうそのぐらいの距離の人っていうのを見つけて、まあ、やってますけどね、やっぱり背中を見れる人を控え必要です、なんですね、映画音楽と合わせたらなんか面白いのが出てくるかもしれない、面白いかもそうですね、それがまだ今のところまだちゃんと分かってないですね、やっぱりこう止まっているというか、切り取っているというか、まあ、写真家の方もそうかもしれないですけどね、瞬間をこう撮っている。でも先生の本方説明読むと桜のシリーズとかでは桜は咲いて散って春にほんの2週間みたいな、でも戦争先生のはまあ咲き続けるっていうね、私永遠に咲くと、永遠に咲くという精神持って、私に描いた桜が永遠に咲く、落ちるはありませんと、っていう発想だったりとかもするので、ちょっとそれは映画じゃないですけど、まあ、動いている映像に近い発想でもあるのかなとかも思いますけれども、今のところでも原画と、まあ、例えばですけどここに僕が作って先生の絵を見て、まあ、曲を作りましたって言って流れていて、はいこうコラボレーションですって言ってもそれはちょっとあまりにもつまらないというか、もうちょっと没入感というか、なんか中に入り込むというか、入れるようなのサポートというか、まあ、お手伝いみたいなのができればなんかいいなとは思いますけれど、ここで本当にただ音楽が流れてても多分
でも本当あまりそんなに絵の助けにはならないかなと思うんですよね。あの批判するわけじゃないですけど、 YouTube とかで、まあ、映像があって音があってヒーリングミュージックとか言っても何千万回っていう再生されてますけど、まあやっぱり使い捨てっていうか、あの BGM と BGV バックグラウンド の映像と音で、そのちょっとアートには程遠いものがたくさんあるので、うん、なので簡単じゃないと思いますね。その絵とこう一体化なるっていうのはね、音がね。宋先生はいかがでしょうか。創作をするときに音楽から影響を受ける、インスピレーションを受けるということはありますか。いや、それは私があの結局、まあ、日本でいうと何でも興味持てるから、あのゴルフも、カラオケも、私カラオケ、まあ、ゴルフやりながらいろいろ風景見て、非常にこうその、まあ、一応その絵を描く素材に頭に入ってくる、まあ、美しい緑とか松とかいろいろスカーターとか全部頭の中に入っていくと。でそれで音楽、日本の音楽カラオケたまたましたりするんだけど、まあ、私よく歌うの山本譲二のね、ヨスコ、そのヨスコという歌詞がですね、ヨスコヨスコ流れいつも変わらず、あのいくらの生涯の、超えてやがて海に出るということ。また五木ひろしの賛歌、まあ、それがスケール大きいですね、その音楽は。だから賛歌はですね、賛歌から生まれて、やっぱりさっき言うようにあのずっと超えて結局賛歌に戻るということで、非常に大きなスケールということ。私それが過ぎたけど、それで私はっきり言ってね、大きい描くすぎですよ、時間かけても。で人に伝わって、その画家その役は 何なんですかというと、人を伝わって、まあ、平和とその幸せと、あるいはその、まあ、美しい感じさせて、まあ、画家と観客とその鑑賞、まあ、とともにその感じされたら、共鳴されたらいいかなと思って、それであのこういうことをこう渡ってきて考えて、その大きな富士山、この日本でこの富士山残して皆さんこう見て、あの、まあ、その永遠にこの見て、その元気になる、頑張っていこうかなというふうに、そういう役目を立ったら思いますけど、うん、なのであの大きな富士の今書かれてるんですか、ね、あのね、あの、まあ、先ほど私その、まあ、その歌でも何でもそのスケール大きいから、うんうんうん、大きくして、この小さい絵は美しいだけど、大きくしたら結局人にも感激されるというあの生理的にこうあのしやすいですよ、うん。まだ私あのはっきりでその、9メートル20度かけの3メートル65の大きさ挑戦している、今までそれほど書いてないから、まあ、10メートルと、まあ、2メートル40結構書いたけどね、あの中国で、まあ、いろんなところ、まあまあ、あるんだけど、でこのその大きな水泡がって言っても、あの自分でこうあのそういうものできて、その日本最大の水墨画という印象をつけて、私は一生懸命皆さんと、まあ、共感するというふうに思います。本当完成をが楽しみは楽しみで、ね、見てみたいですよね。そうですね、日本一の水墨画ということになりますね。まあまあ、そうでしょうね、 、うん、まあ、あと1ヶ月で、ね、うん、一生懸命して、うん、あのぜひ皆さんが釈文は一見にしかず、皆さん、うん、ぜひ足運んで見に来てください、うんうん。